で一応ね、ゴータがちょっと備品揃えてくれて、まあ面白いのなんか紹介するんですけど、まあ普通にこういう日用品とか完全完備されてる、うん、で面白いのがこれ、まあハト向き化粧水、うん、ヒューガさんジャブジャブ OK よ。それは乳液じゃないやつ、うん、化粧水、ああヒューガがジャブジャブ使うみたいな話がアムギリさんからあったじゃないですか、うん、それで気使ってゴータを買ってきてくれた。これガチでありがたい。あ、ほんと。これね、ほんと化粧水浴びんのよ。だからそのなんていうの、ホテルのシャンプーめっちゃ使うみたいなもんな。あ、そう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 。それをあっちゃんの高いイプサっていうやつでやってたからダメだった。だからこれオッケー用なんですよ。オッケー用、これは体用だね。だからイプサあっちゃんここに買ってきて、なんで可愛いイプサがいいんだよ。お前こだわり持ってるの。どうやろうぜ。家には、自分の家には何もないから。お前家ないよ。家もないからね。なんもないよ、車も。資産ゼロやと思うね。はい、ロレックス、ロレックスや。負けすぎないな。で、これなんだけど、化粧水っていうのはね、体中に浴びるといい。実際やってみて、ちょっと。いいもん。え、ちょっと見てみたい。え、いいの、気になるわ。え、俺、いつも風呂上がりやってること。うん。浴びるんだ、本当に。浴びるっていうか。え、全部使わないでよ。え、浴びる湯じゃないの。いや、浴びる湯関係ないよ。お前、おっぱいのラジコで走られるか。いいよ、あ、もう体中に浴びる。体中に浴びるってこう。うわぁ、これをイプサでやってたと思って衝撃や。マジこいつ。これを、これをトレーニング後の南波裕次郎の背中や。ヒューガ、どんだけ強いの。え、それマジ。言っちゃ悪いけど意味ねえよ。あ、じゃあ日焼け痛くて、特に最近は。あ、冬の話も入ってる。あ、いや、冬でもやるね。腕サラサラしてるの気持ちいいやん。でもゴリラだからあんま関係ねえじゃん。でもね、腕がサラサラしてるとこ、なんかこうさ、こうやったりした時さ、一人で、うん、気持ちいい。だ、自己愛の結果なんじゃない。じゃ、腕サラサラしてる方だけどさ、よくね、友達の腕サラサラしてると俺好きやん。矢もすぐ気持ちいい。確かにめっちゃ触られるわ。こんな感じなんだ。うん、そう、ガチな感じだとこ